本当の日本の実体経済が95年はこの数字だったってことなんですなぜこんなに日本はすごかったのか皆さんの人生誰かにコントロールされるんじゃなくて自分で意欲的にやっぱり生きて持って捉えた瞬間にあなたは奴隷じゃなくなりますこれ中国の周辺国でこれからいろんな火花が起きますけどもこれってみんな日本のの石油とか資源の輸入ルートなんですよ実は戦争する時にすごく重要な情報ですよね これだけ言っていいます。あらゆる選挙で、三人の中国が一番かかるな一億なきゃできません。意識改革は私たちがやなきゃだめなんです政治家が意識改革をやったら洗脳だと言われるじゃないですか。 CGS ご覧の皆様、こんにちは。久米宗平です。本日も大東亜戦争の真実をお送りしていきたいと思います。講師は林近先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、前回から本編に入りまして、まあ、前回は、まあ、日本には民間、それから公共の、えー、シンクタンクがあって、まあ、当時の日本の国力というのを客観的に分析し、まあ、戦略を考えていたんだよということで、いきなりこう無謀にね、何かこう勢いで言ってた。そんなのは全くの嘘だと。 いうようなお話をいただきましたけれども、えー、まあ、一応発方ふりの中で、まあ、どうやってこう、活路を見出すかっていうところで、期間を作りますよというところが前回の最後のお話だったと思うんですけども、今日はその続きからお願いしたいと思います。はい、あの、前回、かなり端折ってお話しましたんで、はい、あの、詳しくはあの、この本ね、はい、あの、日米海戦陸軍の詳細見ていただきたいんです、はい、もう、この講座を見る、この番組を見るにはもう、これ、必要書ですね。<laughs> まあ、そのテキストみたいなテキストで、ねはい <laughs>、はい。 あの、とにかく国民の生活もどんなに悲惨になるかも正確に予想してたんですね。はいえー、例えばその大東亜戦争の後半期、非常に日本の国民の生活も急乏してきましたけど、そのことも、そういう状態も先ほどしてきちっと予測してたということは大事だと思いますね。はいうん、さて、えー、そういう状況が予想される中、あるいは現状分析の中、帝国陸軍はどういうような動きをしたかっていうのが今日のテーマですけども。はいはい あの、まず、陸軍首脳部は、あ今言われていることと全く違って、戦争は精神ではないと。ね、まずはね。はい、まず戦争は経済だという認識を日本の帝国陸軍は持っていたんですね。はい、それはなぜかというと、第一次世界大戦をきっちり観察してたってことですね。多くの感染部官をヨーロッパに送り、近代の戦争とは何かっていうことをよく研究してました。そして、わ、えー、かりやすく言うと、その陸軍首脳部は、 戦争っていうのは前線のね、例えば数千何万の兵士も重要だけれども、現在の総力戦っていうのはそれ以上に、15の国内の工場の労働者ですね、はい、え勤労者ですね、兵器を生産する。何十万というね。うんはい、これ、こちらの方がむしろ大事なのだそれが近代の戦争で総力戦だってことをはっきりと認識していたんですね。このことも今では忘れられてるというか、隠,隠されてますね。はい。そして、 えー、昭和の初めからかな、大正の終わり頃から、あの、帝国陸軍は、毎年ですね、えー、陸軍の少層軍人をですね、えー、帝国大学、東京帝国大学経済学部にかなりの数ですね、えー、送り込んで勉強させたんですよ。えはい。一人三年くらいかな。そんなに時間かけてのかなりの人数ですね。はい。そこで、えー、経済、総力戦を勉強させました。はいはいうん それからですね、あの、統制経済に詳しい学者先生もかなりいましたんで、統制経済も勉強そうた。はい。は戦争経済を学ばせていたんですね。はい。そういう下地があったんです。うん、で、満州国ではそういった、例えば計画経済的なこともですね、えー、要するに安全保障の面からね。はいはい えー、立案していったっていんですね、うん、でそういう人材を集めてですね、えー、陸軍はさっき言った危機的状況を踏まえて、昭和14年の秋頃から、はい、あ陸軍省戦争経済研究班、はい、というのを立ち上げたんですね。うんえー、これがあー、陸軍のスタッフだけじゃなくて、それ以上に当時新進気鋭と言われた経済,経済学者、 それから民間のね、はい、優秀な方々、はい、あ例えば商社とかね、はい、当時では日本郵船とかね、うんえー、あるいはメーカーの方々、はい、そういう優秀な中堅の人たちも集めて、はい、総勢百数十人から200人と言われてますね。このシンクタンクを立ち上げて、はい、この南極をどう突破できるかっていう研究に従事させたんですね。はい で、そのリーダーが、この秋丸二郎と言いましてですね、はいえー、陸軍省戦争経済研究班のリーダーですね。はい、この人は当時は中佐だったのかな途中で退散になりますけどね、はいえー。この方もやっぱり東京経済学、東京大学経済学部に3年間、うん、勉強に行かされて、そして満州で経済政策の立案をした方ですね。はい、で、この人が東京に呼ばれてですね、えー、まず心を出したのは敵を知り、己を知れば、 100戦危うからそう、はい、あの、孫子の兵士、ね、の、はい、ということで、えー、アメリカ、ソ連、それからドイツ、当時は呼び方シナね、はい、それから日本、それから南方、それから国際政治ですね、えー、その部門にシンクタンクですね、それらの部門を作って、はい、そして当時で一番優秀と言われる学者たちを、進歩的と言われる学者たちを配置して、世界中からね、機密資料も合わせて、 あの公開統計資料もそうですけど機密資料も合わせて世界中から情報を取ってそして何百というレポートを作りですね、はい、そして最終報告まで持ってったんですねで先取りして言うとその最終報告書に基づいて、はいえー、陸軍が中心そして海軍も一緒になって負けない戦争戦略を立てたんですね、はい、そして昭和天皇陛下も日本がこれだけ追い込まれてたと。でもこの戦争戦争略があるなれば やってみるかと。ね、はい、えー、雑して死を祭るやってみるかということで、うんうん、まあ、当時首相もそうですね。はい、そして改戦したっていう経緯なんですね。ですから、ああ、日本の改戦の決断を知る上で、この秋丸期間、戦争経済研究班を知ることは必須です。うん、これは私に言わせれば、中学校の教科書に太文字で入っていてもいいくらいとい当然入っている、いるべきなんですね。うん、こ、これなんですよ。はい。ね。はい。 曲の言えば、東条首相の名前知らなくてもいいから、うん、秋丸る期間を知っていることが、あの戦争の本質を知る鍵なんですね。なるほど。はい。はい、で、えー、陸軍省の、陸軍のですね、組織図が、はい、あ出てると思いますけども、はい、真ん中ですね、えー、経理局の下に戦争経済研究班、はい。というのが配置されました、はい、経理なんですね。はい。組織図上ね、うん、これはね、カモフラージュなんです。はい。で 例えば死刑化別班というようなカモフラージュの名前を付けてるわけです。はい、つまりですね、なるほどあの、機密が漏れないように。ね。はい。戦争戦略の基礎研究の中身が諸外国に漏れちゃったら、はい。何もならないでしょ、はい、な,らないですよ、ね。あるいは国内的にも機密を保たなきゃいけない。ということで死刑化別っという名称も付けられてはい。正式名称は戦争経済研究班ね。はい。パンって付いてるけど、200名弱のそう々そうたるシンクタンクですね。はい。 で、えー、リーダーの名前をとって通称、秋丸機関ね。はい、で、これはですね、あ、そう。陸軍の組織っていうのは、その、陸軍省全体を統括するう、陸軍省っていうことですね。はい、それから、作戦戦略面をね、うん、えー、統括する参謀本部と。これ、二つに分かれてたんですね。うん ね、これはあの、こういう形を取ってる列強の国は多いんですけど、はい、日本もその形を取ってましてね。で、えー、戦争経済研究班は陸軍省のお、まあ、ど真ん中に位置するんですけど、これはですね、参謀本部も含めて陸軍省全体、陸軍全体でこれバックアップしてます。はい、ね。それはそうですよね。うん、ね我が国の命運をかける研究ですからね。はい、えー。ということですね。うん、でですね、進歩的な学者を集めたと言いますけども、 例えば、その研究リーダーの中心は有沢博美というですね、当時東京大学経済学部の先生だった人ですね。はい、で、その他、牢山正道というやっぱり東大の先生とかですね、えー、その他一橋の先生ですとか、あるいは銀行関係の調査関係の方とか、はい、そういう人たちが各グループのトップに座ったんですね。はい、で、ここでですね、 注目しなきゃいけないのは、例えば、有沢博美先生とか、それから牢山正道先生と話しましたけど、彼らは共産主義者なんです。ええ<ー>。で、当時治安維持法で捕まって保釈中だったんです。ええ。あ、一回捕まってるんですか<う>はい。人民戦線事件って言って、要するに、簡単に言うと日本国内で、共産主義勢力のネットワークですね。はい。要するに、反日ですよ。反,すね、反大日本帝国ですよ。はい、のネットワークを作ろうとしたという容疑で捕まってるんです。はい。で、無罪じゃなくて保釈中なんです。はい。 だけどもね、例えば有沢博美なんかは、あその前にですね、ずっとドイツかなあたりに留学してて、統制経済の第一人者だったわけで。はい、で統計学にも優れてて、ね。で、有沢、老山正道の政治学ですよね。ねはい、ですから陸軍というのは、 こう言われてました。井戸エオロギー関係なくね。とにかく戦い勝つために役に立つ人材をね、高級で集めて、集めて、そして活用したと。非常に合理的やと。すごいですね。はい。というふうに言われてたんですで、それはその通りなんだけど。ね。え、払った月給はね、今の相場に換算すると200万くらいですよ。お月200万。おおなかなかの。保釈中の人間がね、これね、本人とも報告ですね。はい。でもこれはだから、その通りなんだけど。 この陸軍は合理的とはその通りなんだけど、これまた裏があってね、ですね、後で話そうと思ってたんですね。はい、ちょっと今、小出しにするとね、牢、はい、山とか有沢は潜ったんですよ。はい、つまり、共産主義者にとっては、あ敗戦革命って言って、陛、はい、下は戦争やっちゃいけないって言ってますけども、はい、彼らにとっては日本は戦争してもらわなきゃ困るわけですよ。うん、そして無謀にもアメリカと戦争してもらって、日本が大混乱ね、もう品事編でも大混乱して疲弊してんだけど、 そこでアメリカと戦争すら、ますます疲弊し、えー、まともにぶつかったら勝つわけないですよね。はい、負けますよね。はい、そこで革命を起こそうっていうのが、共産主義者みんなが、うん、あれですな、コミンテルンとかスターリンから指令を受けてることであって、はい、あるいは国際金融賞です、ねはい、<laughs> であって、それを実現するためには、ね、勝てそうな戦略の、ね、絵、うん、を描いてあげる必要があるわけですよ。はい、だから潜ったわけですよ。うんね で、えー、多分ぶん、秋丸中佐は意図してない。そ,こはそういう、彼らは、彼は私は本当に日本の国のためだったと思うけども、うま、はい、い接点にいたわけですな。うん、彼は東京大学で、えー、授業を聞いてた時に、例えば有沢博美という博学のに感動してね、うんうん、本当にこれはあ役に立つと思って読んだんだと思うんだけど、はい、彼はその媒介になっちゃって、うん、要するに結論から言うと共産主義者は陸軍の中枢部に入れたんですよ。はい、ね、うん だけども、悪く言われてるけど、東条秀樹、当時の陸軍大臣は、警戒してたとも、はいうん、あの、有沢宏美とかあ、牢屋正道が入ってきてるのね。はいうん、警戒しつつ、まあ、利用したんだと思いますけどね。うん、その警戒してたっていうのも今にも伝わってますけどね。はい、それはね、あの、ちょっと先に言っちゃいましたけども、うん、非常に大事な感じですね。はい。はい、ということで、重要な戦略のシンクタンクだし、うん、それ自体陸軍の大英団で世界的にも進んでることなんだけども、はい。それを見越して、 共産主義勢力はすでにそこに入ってったということがポイントですね。はい。それが、まあ、秋丸期間と言われる。秋丸言われる。通称ですけどね。で、それも、え、本営の参謀本部に入れるんじゃなくて、あえて死刑局の方に、まあ、刑局か、の方に持っていって、カモフラージュね。カモフラージュしてたということがあるということですね。いや、でも、僕も本当に、あの、先生の本読むまでは、名前すら正直知らなくて、はい。あの、恥ずかしいです。そうなんですね。あの、これも後で詳しく話しますけど、 この名前はほとんど知らなかったはずですね。はい、だけどもね、後で詳しく話しますけども、実はね、5年後と10年後ぐらいご,ご,ごとに、NHK が番組特集してたり、はい、日経新聞が別の,別のコラムとか特集の中にポッと入れてるんですね。はい、それから、ちょっと前は東京新聞が一面で大特集してたり、ね、はい、これはどういうことかっていうとね、すり込んでるんです。秋丸、かつて秋丸機関というシンクタンクがあったと、陸軍を中心に作ったと。はいはい ね、秋丸機関が、アメリカの国力は膨大で、日本の国力はほとんどないと。うん、ね、ということを明らかにした、はいで。秋丸機関が絶対戦争、無謀の戦争をしちゃいけないという研究結果を出したにもかかわらず、はい、陸軍忍脳全部それを無視して、無謀に突入したのが、真珠湾攻撃、日米戦争だったっていうね、はい、全く真逆の嘘のプロパガンダを5年ごと10年ごとにやってたんですよ、はい、今まで、ね。 なだから、知ってる人はね、そうに刷り込まれてる。うん。いや、僕も、えー、その、やっぱ無謀な戦争っていうのは頭にずっと飛びついてたんで。えーえー、はい、えー。そして、そしてまたね、はい、この本に書いてあるんだけど、悲しいことに、秋丸機関で研究していた研究者、共産主義者はもちろんだけども、はい、陸軍の秋丸さんなんかも、ね、これはアメリカ国力膨大で、日本は無謀な戦争をとてもできないっていう研究機関だった、はい、そういう結論だったというふうに、はい、はい 戦後を証明してるわけ。うん、それは占領下だからね。はい。仕方がないと。そう言えと、いうふうに言われたんです、ねうん、まあおそらくね。うん、それをでもね、NHK とか日経新聞は五年、決まって5年ごとぐらいにね、実は報道してるんですはい。 ということですこのシリーズを、ね、聞いていくことでこの秋丸期間が実際はどういう発表,あの発表していたのかということは次回以降また分かるということで今日は秋丸期間というものが存在していたということをまず皆さんに、えー、記憶に留めていただきたいというところでまとめたいと思います。 自分たちででやるとということなんですよ政党ってこういう仕組みになってたんだとこうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて理想の政党をみんなと考える